いざ入荷。なんだお前、エデンのあれじゃね？どうしてここに？思ったより回復が早いんですね、ニヒリスタ。回復？どうしてお前が知って？ああ、俺を裏切ったのはお前か。そうですよ、隙だらけだったのであっけないほどでしたが。お前、撃つのがうまいな。うますぎて、欲しかったところにちょうど当たったぜ。わざと当たったですって。ああ、俺が死んだって思わせる必要があったからな。そうすりゃ、バカなアークの奴らが、俺を解剖する気でここに連れてくんだろ？すぐに溶鉱炉に突っ込むべきだってのにさ。やっぱ人間は面白えよ。みんなバカで面白え。身の丈に合わない欲望にまみれていっつも失敗するんだ。ああ、でも荷物みたいにズルズル引きずんのはひどすぎるぜ。後頭部が擦れて痛かったぞ。次から優しく頼むよ。面倒なことをしますね。まっ、これくらいどうってことねえからな。詳しくは尋ねません。どうせあなたは失敗するでしょうから。そう思うのか？待って。あなた、武装パーツはどこへ？今頃気づくなんて鈍いね。あいつらに食わせてやったのさ。すくすく成長しろってな。失礼します。今すぐ MMR へ出撃してください。突然、MMR の中枢部から超高濃度エブラ粒子が大量に散布され、スキャンができず、詳しい事態を確認できない状態です。アークの勢力が MMR に集結しています。あなたも迅速な合流をお願いします。はい。ですから、直通回線を使ってご連絡したのです。教えて。超高濃度エブラ粒子は今まで観測された回数が非常に少ないのです。そのうちの1回はヘレティック・インディビリアとの交戦中に観測されました。メティスとアブソルート連合により深手を負ったインディビリアは逃走後体を回復しています。そこで観測されたのが超高濃度エブラ粒子です。エリア内の全通信機器を麻痺させ、ニケの機能の大部分を停止させます。まるで時間を稼ぐための煙幕のように。そして MMR のアトラスケージに保管されていたマテリアル H はヘレティック・インディビリアの破片です。ヘレティック・ニヒリスターはそもそも MMR 中枢への侵入が目的で、死を偽装して目的地に潜入。マテリアル H を解放し、インディビリアとして復活させることが最終目的であったと推測されます。その場合、アークに2機のヘレティックが侵入したことになります。
5。最悪の状況です。アークは壊滅的な被害を受けるでしょう。ただしピルグリム・ドロシーが最後に確認された場所も MMR であることが分かっています。最悪の状況である場合、ピルグリム・ドロシーと合流してヘレティックを撃退してください。あなたと部隊員の付近にエブラ粒子の浄化シーケンスを集中させます。それでも濃度は高いと思いますが、機能に問題は起こらないはずです。ではお急ぎください。これ大丈夫なの？私たちアンチェインドもないじゃない。本当にヘレティックが2機もいたらどうするの？私たちずっと勝ってきたじゃないですか、ヘレティックに。それもそうね。ラジャ、剣だと甘く見たら首が吹っ飛ぶぞ。天地万物を切るとはこういうことです。行くぞ、こやつめ。指揮さん、ご飯あげますね。天地万物を切るとはこういうことです。大当たりです。喜びすぎましたね。ボルトと私の勝利。